先ほどバルーンフェスタなどの話題もお伝えしましたが、唐津くんちもいよいよあさって開幕です。今日は地元の中学生が会場周辺などの清掃活動に取り組みました。清掃活動に取り組んだのは唐津市東城内の早稲田佐賀中学校です。県外出身者が多くいる中、唐津のために何かできないかと生徒会が中心になって考え、全校生徒およそ380人がくんちの山の巡行ルートや公園のゴミを拾い集めました。唐津を美しくする思いとともに、学校で一番ゴミを拾えるように頑張ろうと思います。一方、同じく唐津市の第一中学校も今日、20年前から続けている清掃ボランティアを行いました。およそ200人の生徒が唐津駅前の植え込みに入り込んだゴミなどを丁寧に拾い集めていました。唐津が一番きれいな状況で、もう万全な状況で迎えたいです。唐津くんちはあさっての宵山で幕を開けます。